さあマッチアップに関しては先ほども言っていた通り、このソニックに対してボケラシードがどの程度読みをそうですね、どう対処してやっぱラシードの勝ちパターンはどこからこうチャンスを作って画面足で倒し切りたい、はい、ラシードの端の攻めはやはり依然強力です。中央ここはやはり強化されたタッチキューキックを軸にボケラシードが集まっていきますね、うん、おお、V シフトブレイクソニックに対して取ることによってシフトブレイクでラインを上げていく、はい、ラシードのシフトブレイク結構リーチが長めなのでかなり前に伸びますよね。ちょっと離れていてもあのようにソニックをに確定ダウンを取って特に画面足に相手を押し込んでいる状況であれば攻めも続きますから、はい、有効な技です。ここまで五分状況で進めてほぼトリガーに関しては V シフトブレイクにそうですね。しかし、まあ、この入れ替えは痛すぎ るぞ。ここまでコツコツと積み重ねた有利がおーうまい抜けていく。これでしっかりとモケラシードハイトリガーを発動することができるようになりましたが、お互いゲージ満タンです。梅原はイーサリを見ているが飛んでいる。これは使うか、いや使わない。あー打っていく DX 様、うん、確かに打ちやすい場面でありましたね。あの場面ってやっぱりタチキョーキック V トリガーズオート投げの2択が、まあ、ラシード非常に強力な場面ですから。そうですね、攻め込んでくると4でデキャドってきました。ヨレタガイルに対して我慢するのは結構難しいですからね。しかも倒しきれる選択でもありましたしね、はい、さあこれでラウンド取った梅原、そして今度はラインを押し上げていく、歩くガイル攻めガイル、さあ、いや、うめえ。しているファンソット吉から投げて、ファンソット KO、被弾がない。いや今のラウンド、とんでもない、とんでもないラウンドでしたね。そうですね、ガイルが攻めて、歩いて、押し込んでいく、被弾がないまま倒し切ると、はい、で今回の調整点として、はい、ガイルの強力な技だったローリングソバットですね、ソバットを打つ技、はい、あれがマイナス4ということで、隙が増えて、反撃を受けるようになってしまったことで、ああいった攻める動きがちょっとやりづらくな、押し返す動きがやりづらくなってるんですけど、はい、それをもっと使わずに、あのタチキオキックなどで、はい、きっちりラインを押し上げていくという。はい、すごいな。地球キック自体をめり込むと確定反撃をもらう技ではあるん で、 そうですね、これまでよりも、まあ、距離近くなったんで反撃されやすくはなっています。ただこの前に出る動きがうますぎて、そうですね、さらにねソニックブームもガード時のフレームが、まあ、5分になったことでやっぱ攻め込みづらくなっているというのがあるの で、 で、ね、攻め返るしづらくなっているんですけど、それを感じさせない技一つ一つの打ち方のうまさ、これが出ています。ここでもケラシードダウン取って投げてやましカット、これは漏れてしまったか、痛いダメージをもらう。トリガーはある状況ですが、カウンター素晴らしい、確認からしっかりとミサーへ送らせ投げ、この画面端を生かしたい、使っていきたいが、これもただどう攻めるか、危ない、うわー痛すぎる、と打撃が通ってしまう。ここでテンペストへ、いや、ストリットパンチャーの強みですね。ああいった状況ゲージさんもあればソニック分発動から一気に倒しきれてしまうぐらいの火力を持っています。あの距離をガイルに踏み込む難しさですよ ね、 そうですね、しゃがみジャックパンチのリーチも長い上にソニックブーム発動自体が強力なので、はい、やっぱ鉄壁ですよね、うんうんうん、あ、そうと、ここは確定になっている、あーっと当たり方が絶妙、わ投げ勝っている梅原、おっと、これは大きな入れ替えになりました、うん、いやー、しかしワール割っていきます。有利から投げていくのはモケ、ちょっと当たっている、よくつないだ、投げて圏内では、わあ素晴らしい、ブロックスピンで埋めに行く、うん、アルタイルにつないでしっかりと倒し切ります。ハブーブのヒット確認見事でしたね。結構早い展開だったんですけど、はい、イーグルスパイクできっちり追撃できた。しかしゲージがなくなってしまいました。モケラシード、ノーゲージの状況をどれだけしのげるか、うまく触ってゲージを貯めたいところですね。タチキョーキック攻めていく、このタチキョーキックもガード時の距離が離れるようになって反撃をかなり受けづらくなったことでかなりね立ち回りで使いやすくなりましたね。浮かせ撃、おっと入れ替えは許しません。画面端へもう一度、まさか体力リードモケラシード、画面状況もかなりいい場所を維持できている。いやー、いいシュートブレイクですね、これ。攻めがついていきます。下がって、打撃で投げを刈り取る。使い方。
セットマッチ発動して抜けている、勝負する、入れ替えられると危険という判断。ここはウィシフトバックステップ、硬いぞ、あの手この手で守りに行く。さあしかし梅原にはフルゲージ、怖いですね、2回読み負けると危ないですか。模型としてはどうするか、時間を使い切っていくか、それと前に行くのか、被弾はしたくない、おっと、いやー刻一刻と危なくなってきましたね近づいてきてる、リーサル見えてきてるんじゃないですか。なるほど、中央に戻るか、大変しいラインを優先します。これでもうバーンストで終わりです。このストレートがカウンターで当たると、おっと打ち切っていく、怖え、ボケらしいと、ここで1セット取り返していきました。はあ、これはすごいわ、すげえ。梅原側のその逆転のリソースがある状況をうまく耐えて、特にあの画面足でのストリートパンチ発動か後ろ投げを食らっていたら非常に危険なシーンを勝負で投げ抜きをすることでしのぎましたね。あの場面でガイルはやっぱりリバースピンキックによるこの投げ抜けをむしろリターンに変えてしまうという動きがあるので怖いんですけれども、勇気を持って読み合ってきましたね。その後の地上のプレッシャーも凄まじかったですね。はい、ブンで確定は見逃しません。梅原体力リード、梅原ガイル前に出る、模型バスルガードしているが内足、これは大きな確定反撃になります。走ジャッキーサック、いや今のも投げてチャンスになる、模型うえっと生まれるよスパイク最速投げ、無敵技を匂わせた。いやそうですね、1試合目に EX サマーで切り返して勝ったシーンがあったんで、模型としてもちょっと攻めづらかったところを最速の投げで、あっとこれも何か漏れてしまったか、読み合い回していきますね。バンソレットしながみ強パンチ、この距離被弾を抑えつつ立ち回るが白ゲージが模型の体力を削っていく、近寄れない、この梅原の結界がこの領域を越えられない、まだ残ってはいますが苦しすぎる、絶望的状況、踏み込んでくる、飛び越えて最後は中足、強っ、勝ったのは梅原がいる、はい、お見事でございます。すげえな。いやでも模型選手も取り戻してね、いい感じだったんですけど、勝負に行っていたんですが、はい、最後のよれなさすごかったですね、固かったですね、はい、全体的にそれなのに触れない、ガンガン前来るし、そして結構画面足に押し込まれてるシーンはあったものの、はい、やっぱりそこから梅原の守りというかワールインドショットの見出始めを見てしっかり EX サマーソードで返したりですとか、画面足にいる時間が非常に短かったことが、なるほど、まあ、勝利に結びついたんじゃないかなというふうに思います。はい。